キックオフ、試合が開始されました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ニアにクロスが、キーパーパンチング。サイドへ展開していきます。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。ダニク、短いパスをつなぎ様子を伺っています。大きくクリアできていません。スタジアムのテンションが上がります。パスをこの位置で防ぎます。サイドへ、ここはゴールキーパーがうまく前に出ました。これは見事なインターセプト。いい形でゴール前まで持ってきました。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。危険な位置です。緊張感が増してきます。サイドチェンジです。いいボールでしたが、ここはクリア。プレーは止めません。主審が流していますね。ボールがフリーになりました。深くえぐって折り返す形のクロス、キャッチします。ディフェンスに奪われません。ここにおり、このボールはスローイン。主審が選手を指差し、先ほどのプレーに対してイエローカードを出します。アドバンテージを見ていたようです。少し軽率なプレーでしたね。このボールは外に出てスローインでの再開となります。出足が鋭い。カットします。横に振ります。に入れた、入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。ボール、素晴らしいボールです。ルーズボールになった。スタジアムのテンションが上がります。あっと、ここでためを作ります。マジエッロ、いい形でゴール前まで持ってきました。うまくタックルでボールを奪いましたが、相手ボールのスローインです。
スローインは相手に取られます。危険な位置です。緊張感が増してきます。このクロスはキーパーが弾き返す。遠くから強引にシュートを打ちます。これはフリーキックとなります。このボールは相手にクリアされました。このパスは読んでいました。主審はファールを取ります。ボールを運びゴールに襲いかかります。このパスはカットされました。さあスタジアムのテンションが上がります。ドリブルで進んでいます。守備への切り替えが早い。ここで止めます。このパスはダメでした。通りません。ちょっとコースが甘くなったか。レフさあ後半開始です。横へ展開。サイドへ展開。中にクロスが入った。いいボールを入れてきましたがここはクリア。いいカットです。ボールを奪いました。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。ここへ展開をします。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。サイドからの攻撃へ向かいます。パスをこの位置で防ぎます。チャージ。受けた選手がカードの仕草でアピールをしていますがどうでしょう。いい形でゴール前まで持ってきました。プレーオンです。
ホイッスルが鳴ってファール。フリーキックとなります。サイドを変えます。クロスを中央に入れた。いいボールでしたがここはクリア。うまく読んだインターセプト。オスマン、競り合いに強いですね。ボールをキープしています。危険な位置です。緊張感が増してきます。前に出しましたが気を抜けません。マジエッロ、ボールを運びゴールに襲いかかります。決まるか。このシュートを弾いた。コーナーです。リードを広げるチャンスでしょう。コーナーから中へ。このボールは相手にクリアされました。サイドを崩してチャンスを作った。中央で受けた。決められるか。ディフェンスがブロックに入ります。コーナーからのキックとなります。ゴールにつながるプレーとはなりません。ここにおり、これは見事なインターセプト。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。ホームサポーターが懸命にチームを盛り上げています。同点に追いつくことを信じていますね。選手たちもこの応援に応えてほしいですね。このパスは読んでいました。ダニク、サイドチェンジです。タックルでボールがこぼれました。オスマン、いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。パスが軽やかにつながります。テンポがいいですね。さあスタジアムのテンションが上がります。さあ味方も連動して動いてくる。中央へのボールはクリアされました。オスマン、激しく当たりに行きます。これは同点とするチャンスで入るか。ここはキーパーが死守。選手が激しくポジションを取り合います。重要なコーナーです。中に入れた。ボールはゴール前へ。クリアしきれません。ここにおり、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ここで試合終了です。